こんにちは、プロドリフチャンネルです。ブバリアっていう植物知ってます？これがブバリア。一度は花見たことあると思うんですけれども、ちっちゃいこう星型、まあ4面なんですけど星型の花が咲いてくれます。手まり状にちっちゃい花が次々と咲いてくるということです。正式な名前はブバルディアという名前なんですが、通常はブバリアという名前で流通しています。まあ丈夫な植物です。日光が大好きですのでよく日に当ててください。ただし真夏の光は強すぎるので真夏は半日陰に置く。水は基本的には乾いたらやるということです。加湿に弱い、それとあとは極端な乾燥に弱いです。まあ加湿の場合には水切れというよりは根腐れで弱ってしまうということがありますが、極端な乾燥の場合には葉っぱがチリッとなってしまうので、その辺気をつけてやらないと後には戻らなくなるので気をつけて育ててください。肥料は生育期間中春と秋に緩効性の浮き声を 1,2 回置くということです。やや寒さに弱いので冬季は室内の暖かい場所で管理をして、春暖かくなったらまた戸外で育てるということをすると年々大株になっていっぱい花を楽しむことができます。時々、切り花として使われていることもあるので、まあ、短く切って一輪挿し等にしても可愛いのではないかと思います。